こんにちは、ひろかです。はい、ということで今回は1個前の動画でちょっとご報告させていただいたんですけれども、歯を再矯正することにしました。どういうことって感じだと思うんですけど、なんでこうなったのかを全部最初から最後までお話しさせていただきたいと思います。ということでレッツゴー。ネイルにガラスフレンチっていうらしい。めっちゃ可愛い。はい、大丈夫。はい、はい、はい。はい、ということで、私歯について何個動画出すねんって感じなんですけど、今までもいっぱい話してきた通り、裏側矯正を5年間してて、今もうその器具も外してリテーナーをついてる状態です。補定期間になってるんですけれども、気づくのが遅かった自分もあれなんですけど、パッと見は歯並び、はい、まあ、言うても刃も私ガタガタやったんでかなり綺麗にはなったんですけど、よう見たら、あ、真ん中ずれてないと思って、鼻からのこの真ん中の歯がちょっとずれてんなと思ったんですよ。えってなって、ですぐ見てもらいに行ったんですけど、もうこれはこんなもんですよって言われてしまって、確かに矯正器具も外した後でそれはもう無理だなと思って、でも、もう気になりだしたら止まらんくなってしまって、マウスピース矯正に興味を持ちました。なんか裏側矯正でせっかく高いお金出してここまで直したのに、でも完璧になってないなっていうのがどうしても嫌で、歯並び直す前も真ん中だけは合ってたんですよ。それがその最初からでなってたものがずれてしまうっていうのはちょっと嫌じゃないですか。普通に4本抜いてたら真ん中に来るかもしれないんですけど、多分片方の歯抜いてるからかちょっと歯がずれたんかなって感じなんですけど、まあ分かんないんですけど、それだけはどうしても直したかったんで、ワイヤー矯正もやっと外したのにまたつけるとかも無理やし、料金的にも無理やし、なのでマウスピース矯正をめちゃくちゃ調べまくったんですけど、一回カウンセリングだけでも行ってみようと思って、でもまた同じようにお金かかったりとかするんやったらもう諦めようって思ってたんですけど、見てもらったら、え、これで完成って言われたんですかってめっちゃびっくりされてしまって、まだ途中ですよねみたいな感じで言われて、いや、もう終わりなんですけど、今固定器具ついてるんですけどみたいに言ったら、めちゃくちゃびっくりしてはって、でも、まあ、ワイヤー矯正やったら限界はあるんでって言われて、ここまで歯揃ってるんやったら19万から40万の間で直せるっていう風に言われました。私が気にしてた正中のズレを測ってもらったんですけど、上が 3.5mm、下もずれてて、下は 5mm、 だいぶずれてるみたいでびっくりしてました。上と下がそれぐらいずれてて、で、あと歯がちょっとデコボコしてる、こういう感じで、かかとか歯がこういう感じでデコボコしてるんですけど、それも治るって言われて、で、あと口元がもっとへこむって言われたんですよ。口元出てないけどと思いながら、まだ引っ込むし、もっと綺麗に見えるようになるっていうふうに言われて、え、ちょっとめっちゃ嬉しいと思いながら、全然そんな難しくない症例ですって言われました。正中ずれてたりするのってなんか難しいかなと思ったんですけど、結構簡単になるみたいです、マウスピースやと。で、そのまま CT とかも撮ってもらって、シミュレーションを出してもらう手続きをしました。ここで、シミュレーションを作ってもらうのに2万円かかりました。でもそれは全部の矯正の金額に入ってる中の2万円を先に払いました。いろいろ病院調べてたんですけど、だいたいこのシミュレーション作るのに5万とかかかるって書いてたんで、すっごい安いなっていう感じでした。めちゃくちゃ安い。そのシミュレーションで5万かかるんやったら、もしそのシミュレーションしてみて私が、あ、やらんとこうって思ってしまったら、その5万円めっちゃもったいないじゃないですか。でもその中に入ってるって言われるし、2万円やし安いから、今回それで決めました。あとですね、歯列矯正してる人って歯茎の下のこの見えてないところの部分の歯か骨みたいな、歯か骨が、歯か見えてないところの歯が少なくなる、短くなるみたいな感じが結構リスクとしてあるみたいなんですけど、でそれを見てもらったんですけど、私の場合はこの刃でここら辺にあったものがこっちに大移動してるんで、その刃だけがちょっと根元が短いから危ないって言われたんですけど、他の歯はめちゃくちゃこう歯の奥まで骨がいっぱい全部あったんで安心って言われて、これやったらマウスピース矯正できますっていうふうに言われました。よかった、めっちゃ。
で、マウスピースの種類なんですけど、そこの病院ではよく聞くあの有名なインビザラインとクリアコレクトの2種類があって、インビザラインは外国でも一番症例が多くて有名で、やってる人も最近よく聞くと思うんですけど、インビザラインは歯だけのマウスピースだから、歯に沿ったマウスピースです。で、クリアコレクトもインビザラインよりは症例が少ないし、インビザラインはよりは新しいらしいんですけど、普通に外国では有名らしいです。クリアコレクトも、クリアコレクトは歯茎まであるマウスピースと、あのマウスピースが歯茎まであるわかるかな、あるマウスピースです。インビザラインとクリアコレクト両方触らせてもらったんですけど、インビザラインの方がマウスピースが柔らかかったです。で、透明度は一緒でした。料金がクリアコレクトの方が断然安いんですけど、これは何でかって言ったら症例が少ないことかららしいです。新しいから。で、クリアコレクトの方がマウスピースが硬かったんで矯正が早く終わるんかなと思って聞いたんですけど、矯正の歯が動くスピードは全く一緒らしいです。インビザもクリアコレクトも。で、今回私は料金を抑えたかったんですけど、インビザライン調べてたら60万からとかやったんで、もうクリアコレクトにしようかなと思ってたんですけど、私の場合そんなに枚数がいらなそうやったんで、今回インビザラインにしました。1回大きいお金払って裏側矯正も終えてるんで、もう絶対失敗したくなかったんで、もう質問死ぬほどしたんですけど、追加料金のこととか、でどれぐらい期間かかるのかとか、リスクとか隅々全部聞いた上でやることに決めました。期間多分私今のところ5ヶ月かなって言われてます。で、コメントでもいただいたんですけど、親知らず抜いた方がいいっていうコメントいただいてたんで、そのことも聞いたら、抜いてから始めへんかったら歯動かないんで抜きましょうって言われたんで、親知らず抜きます。3本抜きます。なんか1本はなんかもうこんな生え方見たことないみたいな、もうめちゃくちゃ埋まってるみたいなんで、それはもう抜かなくてもいいとのことで3本抜きます。ワイヤー矯正もしてよかったんですけど、ワイヤー矯正やったら先生が通うたびにワイヤー取って、次こういう風に動かしたらいいからって言って針金曲げていく貼って、そういうすっごい技術力が高いやつやと思うんですけど、一つずつその人に合ったように微調整していって、で歯を動かしていくっていう形なんで、限界があるみたいなんですけど、でもマウスピース矯正は 3D のシミュレーションを見せてもらいながら、正確にその通りに、ほぼその通りに直していくことができるっていうメリットがあります。もう期待しかなくてむちゃくちゃ楽しみなんですけど、楽しみではないな、親知らず抜くの怖いしな。今分かっているリスクとしては、滑舌が悪くなることと、1日22時間装着しておかないと効果が見られないみたいなんで、それがちょっとだいぶ今のところ不安なんですけど、22時間やろ、だから感触とかむちゃくちゃするから聞けるんかなって思うんですけど、その点ワイヤー矯正の方が何も考えんとご飯食べれたりとかしてたからよかったなとは思うんですけど、ご飯食べるたびに外したりするのとかはむっちゃ不安なんですけど、これから頑張っていきたいと思いますので、見守っていただければと思います。見守ってと噛み合わせも、そうあと言われたんが、私噛み合わせめちゃくちゃいい感じやと思ってたんですけど、噛んでない歯もあるよっていうふうに言われて、どこの歯を使ってるのかっていうのも全部シミュレーションで分かるんですよ。見えて、あのこの歯使ってないんやっていうのが分かったんで、歯の噛み合わせも一緒に直していきましょうって言われたんで、めちゃくちゃ頑張ろうと思います。はい、ということで、これから進展があればまた動画上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず親知らずね、親知らず抜くからめっちゃビビってるんですけど、埋まってるもんメスで切って抜歯してとか言われたからめっちゃビビってるけども頑張りたいと思います。はい、ということで、これからマウスピース矯正をやっていきますので、何かマウスピース矯正のこととか情報があれば教えていただければ嬉しいです。はい、ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価を押してもらえたら嬉しいです。